全世界初発表でございます。ということで、これもうこれだけです、これだけです。やばくないですか。今僕4歯持ってますよ、これ。あの片手で今僕4歯持ってます。もう4人分です、これ。そもそもあってからされるっていうタイプですね。ここにこの、ご視聴ありがとうございます。映像制作のアイネクション食べ物です。ということで、皆様大変お久しぶりでございます。はい、皆様いかがお過ごしでしたでしょうか。ということでね、まあ残すところあと6時間で、今年度も終わりということでね、もう4月ですよということで、はい。特にね、なんかコロナも比較的ね落ち着いてまいりまして、この映像業界の中でもわりかし、なんでしょう、あのコンサートとかライブイベントとかも、無観客ではなくて多少ないともこうハイブリッドでね、お客さん入れてだったりとか、そういう風に結構ね、そのイベントもの系がね増えてきたりとかいう感じじゃないかなと思うんですけれども、まあそうなってくるとですよ、やっぱりね、今までちょっと無観客だから配線とかも割とね、もうまあまあまあスタッフしかいないしって感じだったのが、意外とそのね、ちゃんとお客さん入るってことで、2年ぶりぐらいにしっかり気合を入れて配線とかね、見栄えとか気にしなきゃいけなくなってきたなーっていうこの頃ではございますが、まあやっぱね、できれば配線ってないに越したことないんですよ、やっぱり。特にね、最近結構無線の機器も増えてきて、まあもちろんそれってやっぱりその無線がいかに安全かっていうね、その途切れ途切れな無線じゃ誰も使わないので、やっぱ有線じゃんってなっちゃうので、そこがねすごい安定した安全のな、無線っていうことでね、結構いろんな面でやっぱり技術の進歩といいますか増えてきてまいりますが、そのうちの一つとしてね、やっぱりインカムとかね、やっぱなんか映像ってやっぱりどうしても BNC、SDI とかで確実につなぎたいけど、インカムぐらいだったらばまあワイヤレスでもいいよねっていうので、まあ特にあのやっぱり安定度が全然違いますしっていうので、結構最近ね、こちらのねホーリーランドさんの、あのうちのあのアイネクションチャンネルでも紹介させていただいてますが、まあ無線のワイヤレスインカムってやつですよね。はい、こういう風な音かも、はい、最近無線が流行ってきていますよっていうことなんですが、なんとそのこのホーリーランドさんからですね、ついさっきもう1分2分前ぐらいになんと新しい発表がありまして、こちらです、じゃん。はい、ソリッドカム C1 ということで、あのソリッドカムってあのうちの動画でも紹介してるんですけれども、ちょっと半年ぐらい前かな、あのワイヤレスのインカムでもうすごくあの安定度高くというか全然途切れなくで、しかも品質もかなり、あのフレアカムさんとかとね、あの並ぶぐらいで、しかもコスパがめちゃくちゃいいって形で、ちょっとここに合うのはまたソリッドカムとは別のマーズ T1000 っていう、さらにちょっと廉価版でただすごくコスパがいいっていう風なやつなんですけれども、こちらの、要は、ソリッドカムの後継機が出ましたよっていう発表が、なんとあの深センからね、もう超最新で届きましたよってことで、ちょっと僕も見たんですけど、まあ、簡単に説明すると、あのインカムってあのまずこの親機があるじゃないですか、ベースステーションってやつです。親機があって、でこういう風な子機があって、でそしてその子機に挿すこのヘッドセットがあってって形の、この3点セットで、まあベースがあって、そこの周りにいる子機があって、子機の音をこのヘッドセットでこうスピーカーマイクでこう聞けるっていう形で成り立つんですよ、この3点セットでね。なんですけど、要はまずこれがいらんと、この親機、まあ親機ってすごいでかくて邪魔な、邪魔っていうか、まあ一番大事なんですよ、ただこれがまず親機がもういらんと。でしかもこの子機も、まあ要はこの子機とこのヘッドセットってあるじゃないですか。でまあこれヘッドセットこういう風につけたら、あとこれをこうなんか体を動かしてもこうやってつけるんですけど、これいらなくないっていう、このやついらなくないと。でこの配線も意外とこの、まああれですよ、全然そんな気にすることもないんですけど、まあ邪魔っちゃ邪魔じゃないですか、これ。なんならもうこれだけだったらいいよねっていう、これだけだともうパカってつけてやって、もうこれだけだったらめちゃくちゃいいよねっていう夢のような商品が出たみたいなんですよね。なんかちょうどあの、はい、今ここ出てると思うんですけども、宣伝で出てて、もうこれあの一応言ってきますけど、一応まだあれですよ、あのあとまだ6時間あるんで、4月1日ではないです。なんであの実はこれエイプリルフールでしたっていう風なのは、新鮮なんで、時差を考えてもあのありえない、なんでエイプリルフールではないはずなのに、もうこのだってこのヘッドセットだけで
インカムになるなんて、いやいやそんなバカな話あるかって話じゃないですか。ただね、なんかホーリーランドさんがそう言ってるんで、もうすごいエプリルフールみたいな話なんで、ちょっとそこをね、本当にそうなのかっていうのをちょっと、あのうちとしてもね、やっぱりちょっとホイランドさんの商品いろいろと紹介してる建前が合うんで、ちょっと本当なのそれって、ホイランドさんそれエイプリルフールちょっと日付間違ってんじゃないみたいな感じにちょっと聞いてみたんですよ。そしたらですね、なんとなんとですよ、なんとですよ、はいこちらじゃんということでね、あの届きました、深圳から、あのはい、あっという間に数秒で届きましたよということで、はい、今から開くのはこれ、あの日本初発表というか、あの全世界初発表でございますということで、これから開封していきたいと思いますね。先ほどもすでに写真ではお見せしてるんですけれども、もう実際に中身がどうなっているのかということで、特にソリッドガムもうすでに買われてしまっている方、およびマーズ T 線買われてしまっている方、使われている方、いやあれも画期的ですよ、ワイヤレスって時点でね、もう周りのインカムとは桁違いなんでね、はい、あの自信を持って使っていただきつつ、新しいのが出てしまいましたよということでね、やっぱり時代の進歩ってやつですね。はい、じゃあ早速開けていきたいんですけど、ちょっとそもそも待ってください、これね、なんか間違って、ホーリーランドさん間違って、なんかノベリティがなんかお菓子でも送ってきたんちゃうかなって、これすごいちっちゃいんですよ、これ見てください、これ だってあの一応比較として出しますと、これよいしょ、はい、これがあれです、あのソリッドガムじゃないですよ、あの T 線っていうソリッドガムの廉価版のちっちゃいやつです。なんでソリッドガムの M1 っていう1個前の機種は、あのこれよりさらにでっかいペジに入ってた、まあもちろんね、このなんでしょう、このベースステーションとかもういろいろごちゃごちゃこうたくさん必要ですから、まあもちろんこれぐらいになるのは当たり前なんですけど、むしろ小さいぐらいなんですけども、今回なんかこれすごくないですか、なんかあのなんだろう、10インチのモニターぐらい、あーそれはさすがに素敵かな、まあでもなんか マビックぐらいのなんかすごいちっちゃい、はい、こんなちっちゃい、しかも軽いです、全然軽いです、すごい、こんなちっちゃい箱に入ってるのかなみたいで、ちょっと今本当に初で開けるんでわかんないんですけども、開封していきたいと思います、じゃんということでね、はい、まず開けましたら、あ、でもなんかポイの入ってる、ポイのがほら入ってる入ってる、あーでもなんかこれどうしようかな、どっちか見よう、なんかあーでもな、ちょっとあの周辺機械見ましょう、なんかせっかくなんでね、ちょっと周りから見ていきましょうということで、まずはこれがトリセツとかですね、トリセツとかで、あ出ましたこれ、あおなじみのね、この配色とかもね、わかるかな、ソリッドカムカラーですね、あ出たこのね、ソリッドカム、ホリーランドマーク出てきましたよって、でバッテリー、あちなみにこれね、4波セットって書いてありました、なんで4波ですね、でバッテリーがこういう風に8個ついてるんで、要は片方を使っててもう片方は充電って形でこうサイクルができるっていう形かな、はい、で資料を見たところ、確か 2.5 時間で充電できて、で6時間から10時間ぐらい稼働するって形なんで、もう十分あの連続稼働がバッチンしていけば連続稼働が全然できるって形で、初めからついてますねこれ、あのバックアップ可決で4機なんで8個バッテリーがついてるっていう、さすがの設計でございます、はい、でああとはまあこれあのあれですね、充電器、はい、充電ケーブルでこうこう充電できますよってことなんですけど、あれとかこれしか入ってないな、もうあともうこの4つしかないなはい、もうねシンプル、まあそりゃそう、そりゃそうだ、だってこれしかないって話なんで、じゃあ早速こちらです、じゃん、はい見てくださいこちら、あ本当にヘッドセットだけだね、本当にもうこれだってただのヘッドセットですよ、なんかあでもなんかちょっとなんか作りがすごくなんかかっこよくなってる若干、はい、でこれこうカチッてやる、あはい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 、ではい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 、あこういうことですね、こうやってでカチッと、あここねカチッと、あこれね多分ね、あの前のあのさすが作りゆずいで、この上げておくとあのミュートになって、カチッてやるとこれであの声がねミュートが解除されるっていうタイプですね、こんな感じですね、本当にもうケーブルがもう ないっす、もうヘッドセットだけで、ちゃんとほらここついてますね、ここにこの音量ボタンと電源ボタンとって形でついてるな、でもこれ
だけでいいってことですよね。もうこれをもうこうつけたら入ってこれでもインカムが配備完了。すごいな、これだけ。一応他も見ておきますけど、これと、あでまたこれもね同じですね。これもう一個、はい、もう一個とで、はいはい、これが3つ目って形でね、はい、でこれが、はい、4つ目ってことで、はい、もうこれだけです。これだけです。やばくないですか。今僕4刃持ってますよ、これ。あの片手で今僕4刃持ってます。これでもう4人分です、これ。おすごい時代が来ましたよ、これ。もうね、超軽いで、しかも何だったかな、1個がiPhone12 と、え iPhone12 と同じ値段、あ違う、同じ、うん、値段じゃない、同じ重さだったかな。なんかもうすごいもう軽いです。あの普通のヘッドセットだけぐらいって感じでね、もうこれだけでいいっていう。いやーすごい、すごすぎる。で一応これあの細かいところちょっとね、さすがに紹介していこうかなと思うんですけれども、これすごく軽くて、こうね、なんかあのいろんなこうなんかつけ心地とかもすごい軽い感じのフィーリングなんですけれども、これがね、あのここの耳のとこ見ると分かります、これ。この感じのソフトクッションみたいな感じになってて、まあわりかしなんかこのセミナーだったり割と静かめ、会議とかそういう風なとかカンファレンス系とか結構静かめイベントでこう耳が痛くならないでソフトもつけられるっていう風な感じのやつなんですけれども、実はここのさっきのこの裏側のポケットに実はもう4つオプションがついてて、あの実は1個だけ僕先につけてます、これ。このね、密閉型タイプなんで、あのすごい大音量だとかライブコンサート系とかそういう風なところで使うよって時には、このもうすでにね同梱されてるこのイヤーパッドを、これでもこうやってもカチッとこうもつけるんですよ。こうやってこうここにこうやっても簡単にこうやってね、こうカチッとこうつけられるんで、これをつけてこうやるともうね、しっかりこれ、ほらこれわかります？これすごいしっかりね、ちゃんと密閉されてるので、ちゃんと大音量の環境下でもしっかりね、あの音をシャットアウトして聞くことができるっていう感じですね。2タイプいけるって形なんで、これ新規に買わなくても、もう2つのヘッドセット、そのソフトヘッドセットとあのこういう密閉型ヘッドセットも2つの要素を兼ね合わせてるって感じですね。強いてなれば、あのイヤホン型は対応してないって、まあそもそもねサイズがサイズなんであれですけれども、もうはい、なんでどちらの環境でもいけるっていう、はい。で特徴として僕がちょっと感じたのは、あのこの側面のところをこれ見ると分かるんですけれども、これあのこのソリッドガムってこの青く書いてあるやつと赤く書いてあるやつがあるんですよ。でこれどうやらこの赤く書いてあるやつがあのコマンダー、要は指揮官らしくって、なんでこれが一応実質的な親機らしいんです、立ち位置で言うと。なんで、あの、親機と、この子機、要は3台だったりとか、5台だったりとか、あ、一応4個パックと6個パックの2種類が発売になるらしいんですけども、まあ、あの、要は、これが親がいて、プラスこの3台とコミュする。なんで、親がどっかに行っちゃうと、あの、子同士は、だから、ここの間とかはね、通信がね、あの、できない。一応、親経由。だから、やっぱ、その、なんか、こう見ると、同じような見た目してるんで、分かりづらいですけど、あの、一応、親機って概念は、やっぱ、なきゃいけないみたいで、一応、これが親機みたいです。はい。なんで、親機は、あの、気軽に電源が落とせないとか、勝手に遠くにね、あの、ちょっと、あ、飯外で食いたいなとか言って、親機の人が外行っちゃうと、あの、子機が、あの、現場で迷子になっちゃうとかがあるので、ちょっとね、そこね、見た目がちょっとね、子機な見た目してるゆえに、ちょっと注意かなって、ちょっと思いました。はい。で、とりあえずね、こんなちっちゃいんで、ちょっとね、バッテリー、さっきのこのバッテリーどこに入れんのっていうので、ちょっと僕もさっきね、ちょっとこう探してたんですけれども、どこだったかな？あ、そう、この、こっちのこのコントロールとか、こうマイクとかがついてる方とは真逆のこっちね、ここのとこのこの耳のこっちじゃない、この反対側のところに、これ、ここね、入るんですよ。これ、ここカチッてやるとか、こうグイッと、こういう風にゲートが開くような感じになってて、で、ここに、要はこれをね、バッテリーをこうやって入れるわけですよ。こうカチッ、カチャって感じ。これでもうバッテリー入りました。はい。なんでこの左右のバランスは取れてんだよね。このバッテリーとね、この本体でね。一応バランスみたいなのはこう、ちゃんといいのかなって感じです。装着感的には、今一応密閉型の方をつけてますけど、はい。で、こんな感じですね。はい。うん。もう、あ、ちゃんとしっかりついてます。なんか重さの感じもそのなんか軽すぎるチャッチーやつってこうガバ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 したりするんですけど、そういう感じは一切なく、程よいね業務用の
まあ業務用って言っても全然重さ感じないんですけれども、すごい程よい感じのしっかりフィットしてる感じがあります。はい、じゃあ早速ねちょっとねバッテリーももう一個つないでね一応ちょっと電源入れていきたいなと思うんですけれども、ただいかんせんちょっとね急な発表だったものでちょっと急にあれでこうちょっとやってたものでちょっとねこの対話する相手がいないっていう状態なんで、はい、ほんと申し訳ないですけど、なんでちょっと片方をちょっとそこのカメラのねガンマイクのところにつけてちょっと音とか聞いてもらえたらなと思います。じゃあまずは電源を入れていきたいと、電源がねここにねあのスライドするボタンがついてて、ここをカチッカチッってこうカチッカチッってやると、どっかが光るのかな。なんか先端が光ってます。あ、これもしかしてあれかな、この喋ってるよってことなのかな、どうなんだろう、ちょっと待ってくださいねつけてみます。はい、ということでねテストしてます、チェックしてます、いかがでしょう。お、しかもね今初めて気づいたんですけれども、さすがソリッドガム系列ってだけあってサイドトーンが対応してますね。なんで今僕自分で喋ってる声が耳からもちゃんと返ってくるっていう風な感じですね。これちょっと二手に分かれると思うんですけれども、僕なんかだとあの T 線の方が好きだなっていうのはサイドトーンがないんですよね。要は自分が話してる声が自分に返ってこない。なんで逆に言うとその他のなんでしょう、無線とか同時でこう入ってきてるような音、要は自分とは別系統の A ちゃんじゃない B ちゃんとかの音とかにこの自分の声が入ったりしないんで、割と他の音聞きながらその別の方に無線発話したりとかリアルで話したりとかができるので、なんかサイドトーンない方が好きだなとか思ったりするんですけど、ただ今回ねあのソリッドガムこちらはあのサイドトーンありってことでね、まあこれはこれでなんかあの人によって、いや人によってというか多分多数派だと思うんですけれども、その多分話しやすいとか内容量の中で自分の声が返ってくるってすごく話しやすいっていう風な意見の方が多いかなって思うので、すごいこれはプラスだと思います。さすがソリッドガム系列っていうことで、音質いかがですかね、これ。なんか、今、ちょっと僕がこれ、一人しかいないので、同時に喋ってるかわかんないですけど、レイトとか、どんな感じですかね。パピプペポ、パピプペポ、いかがでしょうか。だいたいこれぐらいのね、レイト感ってどうなのかな。ただ、遅延がかなり、あ、で、今回ね、ちゃんと 1.9GHz ってことで、まあそこはちゃんと継承してます。インカムあるあるの、帯域を、専用帯域を使用してるので、干渉とかにも強くって形で、はい。音質もいい、どうなんだろう、ちょっと、自分の声サイドトーンで返ってきてるかだけだかわかんないですけど、ちょっと編集のデータをね、見ながら見てみたいと思うんですけれども、ね、音質とかも非常に向上してるっていうふうなことを、はい、書いてありましたのでね、こうご期待ということで、これぐらいにしときましょうかね、ファーストインプレッションでございました。はい、でね、今回ちょっとねこのような形でホーリー&さんの方からうちがこのような形でご紹介させていただいたんですけれども、より詳しくねちょっと僕の方からファーストインプレッションというこんな形でもうねいろいろとさすが理にかなってるってことでね、もろもろやっぱさすがホーリーランドさんだなって感じなんですけれども、詳しくはもう今ねもうたったついさっきもうほんと1分2分前に公表されてますので、ホーリーランドさんのウェブサイトをご覧いただければ詳細だったりとか、むしろもう買えます、ぶっちゃけ。はい、値段いくらかはちょっと分かんないですけど買えます。きっとホイランドさんなら相当いいコスパになってるんじゃないかなと思いますのでね、だってこれだけ性能良かったらね、いくら払ったってことはないけどね、もうすごいっすよということで、はい、ぜひぜひねとりあえず商品ページだけでも見ていただけたらなと思います。あ、見ていただけたらなって言うとなんかホーリーランドの回しもみたいになりますけど、違います、あくまでいやいやホイランドさんこれエイプリルフールの嘘ちゃうのって言ったらば、いやいやって何を言ってんのよってことで送ってもらって、世界最速で送ってもらったっていうだけの話なんでね、別にホーリーランドの回し物とかとかってわけではないんですけれども、はい、もうめちゃくちゃさすが期待を裏切らないとっても素晴らしい商品でしたよということで、以上ファーストインプレッション、ソリッドガム C1 というふうな形でございました。この後ねさらにこれをね現場とかでもねちょっと今後使ってみたいと思います。特にやっぱこの気軽にねこのなんか現場のメインのスタッフじゃなくても使えるよね、その制作部とかさ、映画のこのなんか現場でこう外だけとかさ、もうベースがもう構えらんないようなとことかでもこう気軽に付き合いますし、なんならねそれこそなんだろう休みの日に
友達とか家族とかとこのなんか鬼ごっことかやるときにこうつけたらね、あの面白かった。でもそれぐらいね気楽につけられる。だってこれ4つで、これだってもう4つどころが8個ぐらいね、もうランドセルに入っちゃうもん。小学生が8歯もう学校に持っていけるぐらい、もう学校でねえねえ見てこれ、これパパ買ってもらったんだってできるぐらいの、あのサイズ感と重さ感なんて、もうね本当におもちゃ感覚で使えるようなレベルですけど、あの品質は全くおもちゃじゃないです。もうがっつり業務用って感じなんでね、今後ちょっと一応ね、1000フィートあったかな、300メートル飛ぶよとか、そこら辺もね具体的な部分もね、屋外だったりとかいろんな環境でちょっと使いつつ検証しつつ動画でもお届けできたらと思いますので、ぜひぜひチャンネル登録をして、今後の動画もお楽しみにしていてください。ということで、以上、アイネクションが送る、ホーリー &C1 の、ファーストインプレッションの動画でございました。ご視聴ありがとうございました。アイネクションの食べ物がお届けいたしました。